中京区三部にあった京都市交通局旧庁舎、市バス、三部総車場も併設されていた。市バス車両京都市営地下鉄、カラスマ線車両京都市交通局は、京都市交通事業の設置等に関する条例に、基づき、京都府京都市内及びその周辺地域で、公営交通事業を行う京都市の地方公営企業の一つである、地下鉄、路線バスを運営している。かつては、 市電、無機乗電車も運営していた。曲所は、京都市の市章を交通ネットワークを意味する3本の曲線で接続したもので、市電のレールの断面を一辺として、それを3辺、三角形のようにつなぎ合わせ、それぞれの角をより外向きに引っ張って、デザイン化した形で、京都の形という字を連想させるデザインとなっている。するっと関西で、 カードに印字される符号は入場記録用は傾向で、校舎記録用が KC である。各事業の詳細は以下の各項目を参照。京都市バスでは運行の一部を外部のバス事業者に委託している。2020年時点の主な事業者は以下の通り。なお、かつて、京阪バスも委託を受けていたが、契約の期間満了に伴い撤退している。は赤字を示す。 各事業の詳細な歴史は、京都市営地下鉄、京都市バス、京都市電、京都市営トロリーバスの各項目を参照。ありがとうございます。